硬い部分は少し切り込みを入れます。みりん、塩、醤油です。火にかけます。かきましたら少しアクを取って、先ほどのわかめを入れます。中火にして2分炊きます。2分経ったら氷水に落とします。タケノコを入れていきます。中火で15分炊いていきます。先ほどのわかめ、炊いたわかめをたっぷり盛り付けます。次にタケノコを盛り付けます。で、お箸をかけます。最後に木の芽をあしらいます。これで完成です。